あー、こんにちは。青いなー。はい、おけずけんしゅうにザです。モンです。ヨンゾです。本日はおたぬきクイズー。よーよーと。たぬきクイズって皆さん分かりますよね。謎謎とかでよくある。肩叩きが課金になるみたいな。あ、めっちゃいい例。今日はたぬきクイズをですね、はい、全部で6問持ってきたので皆さんにやっていただきたいなと思います。やった。一番最初に言った人が1ポイントです。間違えても特に何もないので、分かったらバンバン答えちゃってください。はい。第1問はこちらです。どうぞ。おー、マジかよ。雷雲。雨雲。雨雲。あー、わー、やったー。なんだか。うわー、山本さん、これはどういうことでしょうか。これは、たぬきのイラスト書いてあるので、タを抜くんですが、田んぼの田っていうね、感情を取っちゃうと、雷のね、一部にも田んぼ田があるので、雨だけ残って、雨と雲で雨雲。おー、素晴らしい。雷雲になりそうだもんね。第2問は、こちらです。トロ。正解。なんで、おい。本当だ。カタカナのタを抜くということで、いっぱい取っていくと、外のカタカナのトの部分と名前の名の口の部分が残るので、まあトロかな。多いって字も、まあ、そのままタって読んだりするので、うん、まあ、タって読むやつを抜いてるということ。なるほどね。なるほど。いや、さっきの感じで僕で考えちゃったな。僕だと思う。そうそうそう。あれ、僕で使うことはそんなないけど、使わない。僕でぐらい。使わない。僕でぐらいだね。第3問はこちらです。うわ、多いよ。見切れないよ。やば。どういうこと？マカロニ。正解。よし。うわ、なんでなんで。にってこと？あそこのなんか俺はあの感じのことを知らない。いや、いいのかそれ。タの上に1本引いてるやつが2個あるから、U のところのマーカーと名のロとあのよくわかんない感じ2つで2だ。あれはタって言わないんだ。あの感じなんて読むの？単体だと音読みはまあガツとかタイとか、うんうん、そういった読み方も。ガツ。ガツ編っていうもんね。ガツ編。ああ、ガツ編のやつか。マカの時点でマカロニやんと思って、うん、下見たらなんか意味わかんない伸ばし棒2個あって、うん、マカーマカー思ったこと言おうとりあえず。思ったこと言おう、これ。そうだね。4問目はこちらです。うわー、おお、山本答えないで。山本答えないで。ボタンボタンあるな、確かに。ボタンあるよね。ボタンあるな。あ、乗っちゃうよ。え、そういうの受けるの？ヒカラボタン。正解。やったー。あっちから。うわ、それか。もんちゃんまだ何も分かってない。全然分かんない。5の2のところに音があるな。はい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 。で、5の6に銘があるから。あ、銘のこれだけなくなって金辺に口でボタンになる。そう。すげえ。たぬき暗号ベタですね。この銘からボタンになるの。本当に？人類初だろ、多分。ヒカラボタンしかも実にしない。ヒカラボタン。謎解きの答えが力ボタンなんてないからです。普通の人思いついてもなんかそんな単語ないなと思うよ。そうなんだよ。5問目はこちらです。おー、山田ー、多くない？マジで。え、知らないんだけど。これそんな感じある？え、ある？他ないのか。あ、あるのか。あー、恋。正解。あー、恋の意と言う意とに心ですね。はぁ、これね、恋の救済だ。いや、これ恋って言うのか。くそー。よっしゃ。読み方わかんなかった。ほんとだ。入ってるのもちゃんとしてんだね。いや、そうなんですよ。さっきからね、ちゃんと一列になってます。ごんべんに多いとかっていう字がある。なんかユニコードにあったんで。あ、ユニコードにあった。カットは読まないの、こいつの字は。いらしいです。いいだよ、これこれいいなんだ。カって読むこともあるんですけど、ごんべんごと消しちゃうとうまく答えにならないんですよね。確かに。傀儡のどっかにいるやつは？あれはないじゃないですか。あれないな。探検にも多分出ないと思う。ジスの第四水準。出た。第四水準ってどこだ？大体2位ぐらいまでが普通。てかまあ1級とか。3とかも普通使わない。3も使わないね。で4。探検マイナス順位級ぐらいと。星の等級みたいな。得点は0点、2点、3点となっております。そして続いてが最終問題。タヌキなぐらいあるからさ、多量の点が欲しいなと思ってね。僕は別に1点でもいいんですよ。俺は2点がいい。山田さんは？じゃあ僕は3点がいい。じゃあ3点だな。最初の問題は3点。ありがてー。3点の第6問目はこちらです。どうぞ。いやー、あー、虹だ。青いなー。
んのこれ。どういう字？どうどうやろ。やば。え？はい？は？はい？何が起こってる？何これ？え？何これ？何よ？なんか変なこと起こってるね。どういうこと？どういうこと？なんだこれ？何これ？何これ？どういうこと？なんか真ん中の列に変なやつあるよね。何あれ？どうすればいいのこれ？これはね、え、何これ？どっかにある？他の行にあるなんか。なんか地味なんかありそうで。吐くとか耐えるとか増えてるけど。全然書けない。立つ耐える。たける。え？一日選手。正解。やったー。え？一日？一日どういうことでしょうか。一日はまず立と立つを抜くでしょ。で、立つ2000のやつは立つを抜いて千と読んで、で、週に関してはこう乃木編と、ずーっと言って畑の日を使う。ああ他は立って読むんじゃない？違います。ノーカウント。ノーカウント。ノーカウントは？一日選手はあってる。一日選手はあってる。なんですけど、そういうのは認められないかなと思って。まあ、ね、シビアなタレ恐竜。まあ3点問題だからね、これちゃんと言った方がいいね。確かにね、そういうあれなんだ。え、待って、はい、分かった。はい、はい、どうぞ。連鎖が起きます。お、連鎖、つまり真ん中のつくだ重ねる読めないなりがまずあるじゃないですか。あそこで他を消すと真ん中に経過の経という字が来て、立つって思って、まあ、消えます。すると人間となりで他人の高い傷で消えて、うわぁ、いや、そうだ、実践しよう。正解。うわぁ、ぷよぷよ。なんだそれ。あの字何、あの硬いみたいな、何あれ、硬いみたいなやつ。野原ののですね。あ、のの言いたいってこと。実の第三水準となった。第三か、まあ読みちゃったからな。いやよくすぐ思いついた。なるほどね、思いついたね。人弁と何が他人対になるなと思った。ああ、そっちなんだ。そう、そこですごっ。これでもさ、真ん中でなんかごちゃごちゃしてるなと思った時に、あれできるのでは。作っておいて消すって意味不明だもんな。経緯できるなとか思ったけど、まさか言えるとは思わなかったな。得点は0点、2点、6点で山本さんの優勝。いやー、強かった。僕に漢字力関係ないです。すごい、お漢字だったら何でも強いんで。そういうことだ。野原のみたいなやつ、あいつを見たときにこの字は立って読まないなとか思えた。確かに。まあ僕あんのかどうかも分かんない。ということで今日はたぬきクイズ、アルティメットやってきましたけど、皆さんどれぐらいで分かりましたか？ぜひぜひ。あ、僕より上ですよ、ゼロ点。早く解けたなって方はぜひコメント欄で教えてください。チャンネル登録、回数もポイントサブチャンス、たぬきゅうさん、さよなら。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、通知の方もよろしくお願いします。概要欄に Twitter や LINE アカウントもあるのでフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画も見てくださいね。